栗原氏は日本の氏族。室町、戦国時代の海国の国衆で武田氏の氏族。諸刑図によれば、栗原氏は、海舟後、武田信成の子である、武続夫し、東軍栗原里により栗原氏を称したという。栗原里の一帯には、栗原氏の母大寺が分布しており、上栗原には、海島寺、中栗原には、陽安寺、下栗原には、 大きな寺が所在している。特に、陽安寺と大きな寺は、栗原氏の館跡に創建された寺院であるという。室町時代には、柿津元年9月の柿津の乱に際して、栗原信道が、西郷里の国人、大石と共に改修後、武田信繁に随行して上京している。また、武田氏と守護代、後部氏の構想では、 あ部氏に通じていたと考えられている。また、一連寺加古町には、栗原氏の一族37名の名前が入り調されている。戦国時代には、海の国の有力国人として、武田氏の海統一に抵抗し、武田信政の子息である、守護、新縄と油川信江の対立においては、栗原大輔が、新江方に加担しており、 これは、栗原新縁に否定される。新名は、新名の対立は明王7年に、新名は方優位のもとは僕が成立するが、明王10年2月27日には、栗原氏の一族が粛清され、高城再起によれば、同日に、新名方の栗原氏部大輔が家徳を相続したと考えられている。戦国期には、武田氏の不代画廊として、 栗原伊豆守の活動が見られる。形図類によれば、同じ伊豆守を称する栗原信友の子息、信重に当たると考えられている。紅葉軍艦に登場する栗原左兵とする説もある。伊豆守の所見は、a 十1年3月で、伊豆守は武田勝頼に今川義元の聖母である、こと勝頼の死去を伝え、勝頼が出陣中の信玄に、 これを伝えている。さらに、同年8月に、伊豆守は、武田氏の駿河信仰に際して、いずれかの城の不信を命じられている。永六末年に推定されている、武田信玄神館書では旗本に属している。天正3年8月には、小田氏、徳川氏に対して、品野稲軍、基礎軍の防備のためヒューガ玄徳祭、小山田正盛と共に、稲の大島城へ派遣されている。 それ以降の動向は不明で、時代の人物として、栗原信盛が登場する。秋山秋山秋山平山 P318 八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 ら P318 ひ P318。ありがとうございます。